はい、本日は PC ゲーム MotoGP17 キャリアモード MotoGP クラス第8戦オランダグランプリ TTS 戦を取っていこうかなと思っております。さあグリッドポジションこんな感じです。まあほぼ雨というコンディションでずっとやってきたという形になります。結構ね差が出ちゃったんですよね。モンスターでやってる時こんな差出ることなかったんですけど、なんでしょうね、ドゥカティ補正でもあるんですかね。めちゃくちゃ差がついてちょっとびっくりしてる感じですね。さあではですね、第8戦オランダグランプリ TTS 戦、ダッチウェザーの中でのレッドシグナルからのスタートとなります。さあロッシースタートいいですね。ロッシースタートよくて1コーナーどうでしょう。ちょっとねロッシーのリアタイヤに当たっちゃったんですよね。結構バンクしないんだっていうね感じでちょっとびっくりしちゃったんですけど、当たってしまいまして、ただ体勢立て直して来てくれたのでまあいいかなというような感じでしょうかね。で、今回はですね、レインタイヤなので、AI とのタイヤの差はなしと。で 35% のレースで10周での周回という形になります。さあまだ1周目始まって間もないんですけども、ちょびっとだけもうギャップができ始めているような形になります。で、ね、あの予選の方、差が、ね、2秒近くですかねあったので、まあ、普通に走ってれば、なんて言うんでしょう、負けるはずがないというような形になっていくのかなというところでしょうか。そうですね、もう中盤入ってもう結構ギャップができ始めてる、まあ結構とは言えないんですけど、ただコンマ4秒って1周目中盤でこれは結構でかいかなというような感じですね。さあ、1周目の終わりですよね。2周目入る時点でどれぐらいのギャップがあるかというところが注目なんですが、今回はね試験もそんなに何でしょう、不可解な元ツみたいな不可解な感じはなかったというところですね。さあ、1秒の差があってタイムが1分39秒なのでそこまで速くはない、まあ立ち上がり1周目ですからねっていうのもあるんですけども、まあ1秒のギャップが1周目であれば、まあ、上出来っていうかね、ここからどうしよう残りみたいな感じはあるんですけども、今回はですね何でしょうね、なんて言うんでしょう、アッセンってこんな狭かったっけなみたいな感じですかね。まあそれだけその MotoGP クラスの排気量、まあパワーがすごいんだと思うんですけども、あっという間に次のコーナーに行ってしまうので、なんでしょうね、なんて言ったらいいんだろう、パワーが出し切れないっていうのがすごい簡単な感想ですかね。なのでまあファイナルも短めにはしてるんですけども、それでも本当にあっという間なので、出そうと思った時にはもう、抑えなきゃいけないっていうような感じが続くイメージですかね。さあここでエスパルガロが転倒ということで、どっちなんだろうな、もしかしたらお兄ちゃんの方かもしれないですね。お兄ちゃんの方が転倒してしまったのか弟なのか、ちょっとそこまではわからないんですけど、転倒という形で、表示が出ておりました。なんでしょうね、すごい表現が難しいんですけど、まあ簡単に言うと流し気味に走ってるっていうのがもうすごく簡単な表現かなというような感じですね。もう全部そんなに全力で行かないで、まあ、全力で行くどころかすぐ次のコーナーが来ちゃうので、まあ楽にもう肩の力抜いて楽に走るみたいな感じですね。まあっていうのもそのアクセルが、アナログスティックなので、あんまり力みすぎちゃうとガツッといきなりにアクセルが入ってしまうんですね。でそうするとホイールスピンが始まって、車体の安定が測れないので、まあ、コーナー脱出時とか、はもうなるべくそーっと本当に1ミリぐらい動かすような、
操作で、まあ、徐々にアクセルを上げていくというようなのを心がけているので、まあ、必然的に力抜かないとね、アナログスティックって結構ふにゃふにゃなので、まあ、そこら辺があって、まあ、ここもそうですね、もう本当に徐々に徐々に速度を上げるような、でむしろコーナー終わるまではある一定まで行ったらほとんど開けてない状態なんですけど、維持をするっていうような形なので、もう力まないのが一番いいのかなというような感じですね。なので6速使うところがねほとんどないんですね今回で、6速入れたとしてもほんの一瞬だけみたいな形なので、まあ使って5速、一番使うのがもしかしたら4速かもしれないなというようなのが、アッセンでしょうか。さあタイムの方が1分37秒38秒とかもう結構遅いタイムで回ってるんですけども、まあ、後ろがねギャップができてるので、今一番、気にしなきゃいけないことはタイヤとかではなくてこけないことですね。やっぱり無理すぎると雨の日ってどこでいきなりリアが滑ってこけちゃうかわからないので、今ずっと話したようになるべくアクセルをいきなり開けないでそーっとゆっくり開けるような形で徐々加速をして、まあ、とにかく車体の安定ですね、安定をずっと維持していくと。で今回あともう一個は、まあ、タイヤの方はねそこそこ削れてるんですけど、モンスターヤマハみたいに足りないなっていうことは今回もなさげなんですよ。絶対これこのペースでいけば持つねっていう感じぐらいは残りそうなので、まあただねやっぱり使いすぎちゃうと排気量がね大きいとやっぱりそのちょっとのアクセルでグリップを使っちゃうこともあるので、でドカティだと自分に合ってるんですかね、そのアクセルの徐々上げ加速でも、まあ、別にイラッとするような加速ではないので全然快適に走れてる形なんですね。でさらに今回は、なんて言ったらいいのかな、表現が合ってるかどうかわかんないんですけど、こういうところも全部全コーナーそうなんですけど、テンションをかけないように多分ねやってる方はコントローラーが多いと思うので、なんとなく伝わるかなと思うんですけど、こういうところでアクセル開けたり、あともうちょっと長いコーナー、まあこの先がいいですかね、この先とかギア比落としてぐるっと回るときにある程度アクセルは入れると思うんですよ。でアクセル入れたときに簡単に言うとバイブレーションがね発生することってあると思うんです。いやむしろ発生することの方が多いと思うんですよ。こうなってそんなもんじゃないんですかっていう感じの方が多いんじゃないかなと思うんですけど、お寿司さんは今回、まあ、やっぱり普通に走っていればテンションというかそのバイブレーションはこういうところでも始まっちゃうんですけど、今回はですねバイブレーションが少し来たら緩める、でなるべくそのバイブレーションが発生しないように乗っていくっていうような形を心がけてます。なのでここら辺とかも、まあ、ブレーキングしたときはバイブレーションかかっちゃうんですけど、その後アクセル入れるときですね、こことかもそうですけど2速に落として、まあ、回りながら3速に落とすんですけど、この3速に上げたところでアクセルをすごい微弱に入れながら、バイブレーションが発生しないところまでで、なんとかアクセルコントロールをしていくというような形ですね。でこの先もここら辺はねもうテンションかかっちゃうしょうがないんですけど、この先も、なるべく、アクセル回路を、バイブレーションが発生しない程度に抑えて回っていくと。でバイブレーションが発生するってことはもうちょっと強めにやるとバイブレーションも強くなって車体の安定性がどんどん失われる、まあ、要はすごいパワーが出てきてそのパワーがタイヤに負担をかけてしまっていると。でタイヤに負担がかかるってことはサスペンションにも負担がかかっていくので、まあ、徐々にその挙動がね乱れやすくなるっていう兆候でもあるので、なるべくテンションをかけないアクセル回路で、回っていくというような感じですね。でここら辺はお世話の場合1速にしているので、1速ってねなんて言うんでしょう、アクセルをポコってトリガーならトリガーを押し込む、アナログスティックなら倒すってやると一気にね高回転上限回転まで到達してしまってウェーンってなってリアに負担がかかっちゃうので、もう本当に1ミリぐらい押すまたは傾けるで、あとは徐々に
アクセルは回転数は上がっちゃうので、まあ、それの回転数が急激に上がらないようなコントロールをして何て言うんでしょうね挙動の乱れをとにかく出さないというような、乗り方を今回はやっていくというようなのが一番メインになっている感じでしょうかね。でドカティがねもう本当乗りやすくて、まあ尾瀬さんの特性というか、まあ正確に合ってるのかもしれないですね。直線は出す、コーナリングは出さないっていうのが、多分この車体的にも合ってるんだろうなとは思うので、まあだから脱出するまではまあちょっとアクセルを緩めに入れて、開けたら一気に、アクセルをドカッと入れていくっていうようなね乗り方がなんか調子いいのか、ものすごく快適に走れてて、でなおかつ白とのギャップもものすごい勢いで気づけてるので、なんて言うんでしょうね、ドカティが合ってるのか、それともワークスの力ってこんなものなのかっていうところなのかなというような感じですね。なのでまあドカティでそのムジェロ走れてれば最後ロッシになんか負けなかったのかなっていう気がしなくもないぐらいね、ワークスってすげー速いというか、速いっていう気もしないんですよ。で逆に言うとそのカタルーニャと今回の TT 圧戦はもっとやれるんだけどあえて抑えてる、要はその限界までやる必要性を感じる内容ではないので、なるべく安定性をとってタイムとかそういうのはどうでもいいから、まあとにかく安定して走ってゴールラインを越えていくっていうことをに、力を入れているので、もうちょっとやろうと思えばいろいろできるんですけど、まあ、あえて、まあ、そこを求める理由はないのでやらないという形の中で走っててもこれだけのものになるので、ワークスが相当速いなみたいなね、そんな感じなんですよね。で、乗り方もね、実はちょっとカタルーニャはね間に合わなかったのでそのままにしちゃったんですけど、クラス変わるごとに車種の転向と今回が初めてなのであれですけど、クラス変わるごとに実は乗り方を変えてるんですよ。で、モト3の時は肩を出す、ショルダーを出す、乗り方スタイルにしてたんですね。でモト2の時は、肘ですね、肘を出す乗り方にしてて、でMotoGP クラスモンスターヤマハに乗った時はバランス型ロッシなんかと一緒だから、初めがね誰なんだろう、エスパルガロとかビニアレスタイプなんですかね、多分肩ショルダーを出すって、近年流行ってるというか若いライダーに流行ってる乗り方なんだと思うんですよ。で肘出し、肘が地面に設置する、バンクしてる時に設置するような乗り方で、確かペドロサなんかがそういう乗り方なんですね。でバランス型っていうのはロレンソとかドビチョーズもそうなのかな、あとロッシーまあヤマハ系に多い乗り方なんでしょうね。で今回はドカティってまた乗り方変わってまして、今回はですねマルケスタイプですね、体を全部もう投げ出しちゃうというか、傾きに対して全部任せちゃう、身を投げちゃうみたいな乗り方ですね。だからケツが象徴としてはお尻がね下にシートからずり落ちてるような形、ぶら下がってるっていうんですかね、そんな感じの乗り方なんですけど、これに変えています、今回の、この TT アセンからですね、という形で、車両が変われば乗り方も変わっていくというようなスタイルにしてます。まあドカティだと別にバランス型でもいいのかもしれないんですけど、なんて言うんでしょうね、MotoGP15 の時とかにそんな話したことあったんですけど、マルケスタイプって実はケーシーなんかもね似たようなスタイルなのかなっていうのもあって、乗り方的にはなので、まあこっちの方がねもしかしたらドカティは乗りやすいのかなっていうのもありまして、スタイルを変えたというような形になります。さあ9周目入りまして、もう後ろはね完全に、離してしまっているので気にする必要性が全くないと。で雨の日にドカティが本当にすごい強いのか、それともなんて言うんでしょうね、もうワークスの力ってこういうものなんだっていうものなのか、で自分が単にアッセンは速いのかっていう、まあ、いくつかの理由を考えられるんですけど、最後に言った自分が単にアッセン速いっていうのはない、なんでかっていうとアッセンそんな好きじゃないからっていうところでないんですよね。
でドガティ補正が入っているかと言われるとその可能性は結構高いのかなと。まあマイルストーンですしイタリアを優遇するメーカーなのはもうシリーズずっとなので、まあ、もしかしたらドガティに乗ると速いっていうのも、まあ元々ねドガティもパワーだけはあるので、まあ速いは速いんだと思うんです。ただしっかり曲がりますしね、安定性もものすごいいいので、まあ、ドカティ補正があるのかもしれないし、あとは、MotoGP クラスはまだね、M1 のサテライトしか乗ってないので、そこら辺で今回初ワークスに乗ってるわけですけど、ワークス自体がこれぐらいパフォーマンス、まあ 100% だとね、発揮するのかなというところで、まあとにかく、なんでしょう、同じようにキャリアモードをこれからやる人、やっている人でどうしても MotoGP クラス勝てないなっていう方はですね、ワークスに乗ってみるといいかもしれないですね。ワークスに乗ってないんであれば、あんま変わんないじゃんって思うんですよ。実際本当に乗ってても 何が違うのか全然わかんないんですけど、でも結果的にねものすごくすげえ楽になったっていうか、変な話、まあ、悪い言い方すると手抜きしても勝てるようになっちゃったので、でカタルーニャだけで見るとソフト別に履く必要全然ないぐらい勝てる感じになったので、ワークスの力っていうのはでかいのかもしれないですね。あとは何でしょうね、まあドカティに乗り換えた理由がエンジン音が嫌いっていうのがあって、エンジン音が好きなメーカーを選ぶっていうことで今回ドカティにしたっていうのもあるんですけど、まあそういうところで自分のそのリズムがねうまくエンジン音を聞きながら、まあおすすめの場合ギアシフトチェンジとかうんぬんとかってエンジン音で回転数の音で結構決めちゃってるので、まあそこら辺のリズムが合ってて相性がいいだけなのかもしれませんけど、まあなんだかね2戦とも結構余裕な感じで不思議な遺跡だったのかなというところで、第8戦、オランダグランプリ TTR 戦は優勝という形になりました。はい、ということで、第8戦、オランダグランプリ TTR 戦なんですが優勝という形になりました。時間の方が16分20秒488、ベストラップが1分36秒740、2位がバレンティーノ・ロッシで21秒差、ベストラップが1分38秒407、3位がマルク・マルケス、4位が、マーベリック・ビニアレス、5位がダニーロ・ペトルッチ、6位がアンドレオ・ド・ビチオド、7位が、ダニ・ペドロサ以下というような形になっております。ポイントランキングですね、1位がスシローズ190ポイント、2位がバレンティーノ・ロッシ134ポイント、3位がマルク・マルケス106ポイント、4位がアンドレア・ドビチオゾ105ポイント、5位がマーベリック・ビニアレス103ポイント、6位がホルヘ・ロレンソ78ポイント、7位が、ダニ・ペドロサ76ポイント以下というような形になっております。コントラクターズポイントはこんな感じです。チームランキングですねはこんな感じになっておりまして、まあねっていう3人で、2人チームと戦ってるわけですから、まあまあね点差は開いちゃうかなというような感じでしょうか。さあ今回はね、なんだろう、ドカティ補正でもあるのかなっていうような感じの内容でしたね。さあ獲得したポイントこんな感じです。はい、次回がですね、第9戦が MotoGP シリーズ前半戦の最終戦となる、ドイツグランプリザクセンリンクでのレースとなります。こちらのゲームですね、 PC ゲームとなりまして Steam で4908円で売っているゲームとなります。家庭用ゲーム基盤については Xbox One、 PS4 の並行輸入版が、現在は買える感じになっておりますので、興味がある方はチェックしてみてください。日本語版に関しては、9月28日にインタークローさんから発売予定ということなので、日本語版に興味がある、日本語版が欲しいという方はですね、こちらもチェックしてみてください。それではですね、次回第9戦ドイツグランプリ作戦リンクでお会いしましょう。ありがとうございました。